はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢です。いつもお世話になっております。前回の動画からですね、10日ぐらい空いちゃったんじゃないですかね。すいません、申し訳ないです。1週間かな。なんですけどもですね、まあ今日はね、何事もなかったかのようにやっていきたいと思います。今日は、これ、ね、エレキベースで、まあこれはジャズベなんですけども、エレキベースでなんとかウッドベースみたいな音出しませんかっていうね、質問いただく。いたんで、まあ、それにお答えしていく形でやっていこうと思います。結論から言うとですね、多分ね、満足いただけるようなサウンドは出ないと思います。はい。だからこいつがね、こんな図体のでかいね、弾くのもすごい大変なこの楽器が存在する理由はね、こいつにしか出せない音があるから、こいつが存在するんだと思うんですよ、僕は。はいはい。ね、エレキベースはエレキベースなんで、エレキベースの音なんですね。だけど、ね、人によってはこれ買えない、ね、マンションに住んでるから買えない、ね、近隣が近いから買えない、ね、迷惑になっちゃうから買えない、 あるいは奥さんの目が怖くて買えないっていうね、そういうのあるじゃないですか、ね、あるんですよ ね、だからね、まあだから、まあ、なんとかね、こんな感じだったらいいんじゃないですかっていうのをですね、今日ご提案したいなと思います。まずですね、エレキベースじゃなくてこのウッドベース買えない人の中でですね、アコースティックベースのフレットレス買える人は、それ買っちゃうのが一番手っ取り早いかなと思います。あるいは、エレクトリックアップライトベースですね、それ買うのが一番手っ取り早いかなと思うんですけど、まあ、それすらやっぱ、ね、奥様の目、旦那様の目がね、気になるという方はですね、あるいは娘の目、まあ、今それいいよね、っていう人のためにですね、今日は R と思ってください。やっていきましょう。はい。まず、今日の工程ですけども、こいつの音をですね、まず、録音します。ここにマイクありますけども、録音して、で、まあ、どんな感じの音が出てるのかっていうのをですね、波形とか、まあ、いろんなものを駆使してですね、見ていきたいと思います。じゃあまあ、撮ってみましょうかね。で、その後、それに近づけていくっていう加工をね、エレキベースでやっていきたいと思います。はい。では、録音していきましょう。マイク入っている、はい、よっ、では行きましょう、はい、こんなもんでいいでしょう。はい、どうかな、聞いてみよう。ちょっと画面収録します、ね、よっ、はい、画面収録しています。まあこんな感じで波形取れますね。はいはいはい、ここからここまで実音なんで、こうやって。はい、こんな感じになっています。で、ちょっとアナライズするためにですね、EQ ですね、アナライザーっていうのが入ってますんで、これでどんな音域が出てるのかっていうのをね、見ていくとですね、エレキベースにはないところなんですけども、このね、カチャカチャっていう部分、カチャカチャっていうこの指の当たる部分分かりますかね、カチャカチャっていうね、このここが出てるの分かりますかね、これ特徴的ですね。あとはピークがだいたい100ぐらいですかね、100ぐらいから緩やかにこう2キロ、1キロぐらいまでこう、まあどんしゃりな感じのカーブを描いてると、ね、はい、ここまで、まあ、ここまで再現していきましょうね。その前にエレキベース単体もね、一回取っとかないとですね、エレキベースどんな波形をしてるのかなっていうのを取っていきましょう。はい、よよよ、よし、じゃあ同じ感じで取っていきます。よっ、はい、さっきのに対してどんな感じになってるかなっていうのをちょっと見ていきましょうね。
あんまり高音のカチャカチャとかっていうそういうところが出てない感じですよね。まあピークはエレベ、まあこれ弦あんま変えてないんで、すいません、弦変えてないんでちょっと下目に出てるんですけども、まあピークはちょっと似てるようで似てないというか、まあ邪魔な部分が出てますね。100とまあ60以下かな、まあ、ちょっと邪魔かなというところですね。あとピークがカチャカチャの部分が出てないですね、この辺がね。なんでこの辺補正していきましょう。はい、で今日この補正に使うのがですね、こちらとなっております。はい、こちらのですね、ズームのマルチストンプになっております。こちらを使っていこうかなと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、これは、3種類か4種類ぐらいかな、を、使い、あ、4種類ね、4種類使える、マルチ、エフェクターになっています。で、新たに作りたいのですね、新たなパッチを開きましょう。エンプティですね。これ使ってないの。まあ、どこでもいいんで、これ使ってね。使って。まずですけど、このズーム系のエフェクターの中でですね、すごい便利なものが入ってて、これ。デフレットっていうエフェクトが入ってるんですよ。まあ、デフレットっていうのは、フレットベースをフレットレスにしてくれるというね、画期的な、ちょっとごめんなさい、うるさいね。画期的なエフェクターになっておるわけですよ。あった、さっき。なかった。ちょっと待って。探せないですね。あったあった。これですね。これ。これになっております。これ。実際これ刺した音聞いてみましょうね。はい。これ刺す前で。刺したと。ピクサルちゃった。わかりますかね。ちょっとね、ワウっぽくなってる感じわかりますかね。頭の音が削られてワヨンワヨンってね。もっとはっきりワヨンってさせたい場合はですね、このね、まあ、センスっていうのを上げてもらって、まあ、カラーも上げてもらって。で、かつ、このトーンっていうのもね、若干上げてもらうと。ね、これ結構っぽくなりますよね。はい。じゃあ、こうしたら今度 EQ いじっていきましょう。EQ に使うのはですね、何を使おうかな。グライコでいいと思うんですけども。これ、これでいいや。ね、グライコ。これいじっていきまーす。さっき見た感じだと結構低音域出すぎてたんで、この辺下げていきましょう。ウッドベースってね、結構低音出るは出るんですけど、あんま出しすぎちゃうとこもっちゃうだけなんで、この辺を下げてですね、120、400ぐらいは、若干400下げといてみたいな感じですね。500もまあ下げといて、で800は結構下げてみたいな感じですかね。で、カチャカチャの部分ですね。さっきカチャカチャの部分の AK ベース出てなかったんで、このカチャカチャの部分結構上げ風に上げていきたいと思います。カチャ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 。ね。で、どんな感じかなというと。ちょっとカチャカチャ、わかります？この、まあ、弾き方にもよるんですけど。これしますね、これね。結構それっぽいと思うんですよ。はい。その後ね、その後、はい。その後ね、僕がかけたいのはですね、ウッドベースって、まあ、ピエゾピックアップとかで拾ってるんだったら別にいいんですけど、マイクで拾ってる場合を想像したりとか、生音想像するとですね、やっぱり空間が必要なんですよ。まあ、ここ部屋で弾いてマイクで拾ってるんで、もう確実に部屋なりは拾うんですね。で、例えばまあ、ここにね、ちっこいマイクついてるじゃないですか。まあ、これで拾ったところで、このボディの鳴りがあるんで、ボディの鳴りも拾うわけですよ。ってなってくると空間が必要になってくるわけで、で、その空間ちょっと足してあげましょうねってことなんですね。リバーブでいいかな。ショットタイムディレイもいいけど、リバーブ、これって何だかな。これリバーブ大変なんだよね。もうルームにしよっか。
ちょっとルームリバーブで、様子伺いまーす。もういい感じじゃないですか。ちょっとこれドライですね。こんな感じになりますね。はい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 、結構いい感じです。もうまあいじなくていいか、いじなくていいかな。ちょっとディケイ下げ目にしたい気もする。タイムも短くしたい気もする。ミックス上げたい気がする。まあこれミックスっていうのはもう原音にどれだけこのエフェクトの音は混ぜますかって思うんですね。もう結構それっぽいですね。最初の撮った音聞いてみますか。あ、でかいね。ちょっとごめんね。でかい。ね、こんなギラギラした音だったんですけど、今はいい感じだと思います、はい、もう一つなんですけど、ね、もう一つね、なんとなく分かってる人は分かってると思うんですけれども、ウッドベースって弾いた後にブーンってこう微妙に若干大きくなるのがあるの分かりますかね。それを再現したいと思います、コンプレッサーをですね、コンプレッサーのアタックを早めに設定してかけていくっていうのをやりたいと思います。アタックがあるのダイナコンプ、ダイナコンプみたいなやつか。これにしてみようかな。アタックないのかな。あるね。あ、ファストファストスローってなってるね。ちょっとこれじゃいじれなそうだな。ちょっとやってみようか。はい、あんまり感じてないね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。レッスン中みたいな。ちょっとこれやめます、やめます、ごめんなさい。これ設定できるかな。あ、これはいいですね。アタックを細かく設定できます。コンプ自体は、薄めに、かけてですね、薄めに家計の、もうちょっとレシオでと思うか、家計のですね、アタックを長めに設定してあげると、若干をアタックは殺さずに、まーんって若干上がっていくみたいな絵が描けると思うんですよね。わかりますかねこれ。まあ、ちょっとずつ上がってるね、これね。これです。はい。で、その後、まあ、自然に減衰していく程度ね。自然に減衰していかない程度のコンプかけちゃうと、これはこれで全然、生感がなくなっちゃうんで、これでいいと思います。はい。あとは、アンプの方の、まあ、バスとかトレブルとか、まあ、そういう EQ でいじくってもらえばいいと思いますし、まあ、もともと、これ今、フルテンにしてるんですけど、例えばこれをリアだけにしてあげるとかするとまた、はい、これなんかフィッシュマン のピエゾで拾ったような音ですよね、これね。で、こっちのトーン、全部切ってあげると、これはこれで全然違った感じになりますね。僕のおすすめはですけど、やっぱフルテンでこっちの EQ でいじってあげて、あとは現場のアンプで調整するみたいな。もうちょっとわざとらしくしてあげてもいいですけどね。例えばデフレット、さっきのね、これデフレットをわざとらしく、かなりわざとらしくしてあげて、こんなワウっぽくなっちゃうんですけど、
こんな感じになっておりますですね。まあ実際これ、まあデフレットっていうのがかなり効果を発揮しているんで、まあデフレット振って普通にかけただけだと、フレットレスベースみたいな感じにしかならないんですけども、まあ、そこに部屋なりとか箱なりとか、あとは域補正とか入れてあげることで、若干こう、コントラバスに近づけることができるよっていうものですね。あとですね、楽器の状態なんですけども、現行で低い方がそれっぽくなると思います。ビビリ感っていうんですかね、こうやって、フレットレスなんで、指で押さえてるとやっぱビビリ感みたいなのがちょっと若干出るんですけども、原稿が高いとこっちはビビリ感出ないんですよ、こっちはね。なんで原稿をまあ低めに設定してあげるとそれっぽくなるのかなと思います。あと弾くとこなんですけど、割とこうネック寄りの方を弾いてあげる方がね、声ですね、こっちじゃなくてこっちはなんかゴニョゴニョって感じだけど、リアだとゴニョゴニョって感じだけど、まあネック寄りの方を弾いてあげるとね、まあこんな感じになります。ですね、あとちょっとなんかもういろいろ言ってすいませんなんですけども、ハイポジションを使ってあげた方がそれっぽいです。同じドでもこことか、ね、こうこっちじゃなくてこっち、でこっちの方がっぽくなるんですね。遊びになっちゃった。はい、まあこんな感じ、さっきからこんな感じばっかりじゃない。まあちょっとでも参考になればですね、いいかなと思います。ズーム系のエフェクター、このマルチストンプに限らずですね、BEBBB2N とかね、まあそっちにも入ってますので、マルチエフェクターいろいろでね揃えたりする、マジない、普通のエフェクターか、いろいろ揃えたりするよりも、まあこれ1台ね。これね。これ1台あれば、まあ、いろいろできますんで、やってみるといいかなと思います。あとはね、こう、楽器の手も違いますんで、細かい内容はですね、皆さんやってみて、調整したらいいかなと思います。はい、すいません。はい、こんな感じです。バイバイ。